ございます。おはようございます。はい、3日目、はい、3日目なんですが、はい、寝坊しまして、はい、私たちアラームなしで起きれると思ってたら、いつも起きれます。いつも起きてます。いつも起きてるんですが、いつもは起きれます。全然、いつも何時ぐらい、7時とか。いつもは絶対に6時台には目が覚めます。覚めるよな、うん、覚めるんやけど、うん、それを信じて寝たら、うん、8時50分ぐらいに起きた。予定としては、うん、8時半ぐらいに出て朝ごはん買って、うん、で9時か9時半ぐらいに海に入ろうっていう予定やったよな、うん、が、うん、8時半に目が覚めたので、8時50分に目が覚めたので、はい、そっからで今は9時50分で、とりあえず、うん、ご飯食べようと。はい。で、まあ今日は雨も降っちゃってるし、降っちゃってるの、まず朝ごはん食べて考えようということで、私たちは朝ごはんに、はい、いつもの商店で、はい、こんなん買っちゃいました。朝からがってんだ。朝から焼肉弁当です。私はチキン南蛮です。やってるなやってる、やっちゃってる。そうで、一応海に潜る教えてもらったポイントも来たけど、うん、雨やし、ちょっと波もあるし、でこの景色見ながら朝ごはん食べて、うん、で海は今日は行くかな。私がフェリーが11時半までには港に行かなあかんから、泳いでると時間も大変ということで、はい、昨日海は堪能したし、はい、とりあえず海見ながら朝ごはん、はい、いただきまーす。食べます。でもさ、そういうことやね。そう、そういうことやね。あ、今日は暑いから、そうそうそう、やめときなって言ったら、休みなって絶対そういうことやね。俺らはそういうことやね。昨日あんな太陽も見してもらったからね。この夕日最高やったな。いただきます。いただきます。くつろいじゃおう。くつろいじゃい。だってこれ540円やで。安くない？安くない？安いじゃの、うん、みんな雨の中車で食べるべと嫌いじゃないです。嘘がいい、うん、なんか雨降っても最悪やとも思わんし、全然これはこれでいい。楽しい、むしろな。したくせにペロリ。お腹空いてる。わーい、ここでご飯食べてたんだ。食べてきた。わかるかな、わかるかな、映像で。普通に太陽出てる。太陽出てた。あそこ。あ、眩しい。晴れたから、行きたかった。ゴーゴーレッツゴーレッツゴーリカ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 リよっほい、そこを言うとこ好き。おります。ありがとう。よかったね、これて。これてよかった。わーい、あ、綺麗。あ、暑いやん。そうやろ、でっかい鳥おるやろ。知ってた知ってた知ってた。これね、でっかい鳥。へえ。雨もなんかザーザーで降ってたのに、雨なんかピタってやんだ。帰る前ぐらいに。こっちもまったりモードやったもんな。まったりモードやった。お腹も満たされて。あれ、多分フェリー乗ったら一旦寝る。寝坊したのに一旦寝る。お腹満たされたから。あ、失いた。失いております。わ、綺麗。あ、超綺麗。なんか、南風そのままが。うん、言ってたやんな。朝6時か7時ぐらいにすごい晴れてたよーって言ってたけど、雲の巣や。
起きたら、そう、大雨。知らなかった。爆睡してたから。たださ、ここ、クモの巣が、ふわふわしてくる。あ、もうちょっとで着く。じゃんじゃじゃん。着きましたー。ここが、与論町跡でーす。グスクかな、与論町ってもんかな、よくわかんない。わからねえけど。いいやん。これは王様が見る景色やわ。ほんまやで。せやで、お願いしたい。写真は。でも写真、下手くそやもん。なんで、センスあるって言われたやんか。そうなんやけど。そやろ。いやー、好き、こういうとこ。クモの巣回避ね。これはね、ここにクモの巣があるんよ。この、これね。ルパンみたいな感じ。そう。このフォン。これが。ここに日本アリアで日本。わかった。ちょっと待ってや。1、クリア。もう1本あるから。2、見えへん。2あるよ。でもこの大きい子は見えんねん。見て、この。2な、ちょっと下。2下？あ、手についた。俺。ああ。クリアならず。クリアならず。なんて書いてんかわからんけど。ここか。うん。読んだろうか。読んで。原始より青海、うん、冬も四季ゆへず。どういうこと？知らん。冬も色変わらず。変わらずってこと。俺がさっき言った。俺が好きだ。青い海は冬も色変わらんぞって。うん、もう俺も分かった。言ってる。いや、俺の方が言った。俺が先に読み上げた。ここ、俺がここ、あ、な、ここ。違う、俺が声に出して、あってなって。ここを読めたもん。俺が。あ、冬も色変わらん。俺が先に、の、俺がここを。行く？あ、行こう。ありがとうよ。気持ちだけ伝える。うん。お金持ってんのに？うん、お金は持ってんのに。持ってんのに。お金だけしか持ってないんやけど、言ったら逆に。ご挨拶。ああ、まあ。あ、ここもでも抜けてる。ここもなんか、よろん。あ、これがでも、コンピラ神社？高神。いやー。フォトスポットって書いてるのに、その先は、この穴。あ、わかった。ここや。立つんや。待って。はい、ヨロン、うん、みたいな感じじゃない？違う？ここに置くんやんな。違う？わかる？でも景色はここやで、映したいんやったら。ここは、座るんかな。はい、ヨロン。違う？取っとくわ。違うんや。だから見てみ。見に行くってわけでもないもんな。下に行かれへんもんな。さっき言った、はい、やろ。うん。違うな。やろ？謎ポイントです。あった？竜の頭やったっけ？あ、ほんまや、こんな先っちょまで。うん。あ、無理無理。間に合えへんかった。思った。すごーい。こんな。暗いわ。岩壁の傾斜地と丘の上にサンゴの。言われる石を。敵を睨むように作られたと言われてるんや。めっちゃおもろい。で、動画できたらさ、ここカットしてたらめっちゃおもろいよ。カットしてんの？えらい雨降ってきた。ちょっと、透けちゃうかも。透けちゃう。きっとね、神様が、はい、ここで時間潰してたら、はい、フェリーに間に合わんぞってことで、雨降らすぎたんやと思う。急ぎ目で。長めにステイしちゃうから。はい、あと時間が。神社へ、はい、高千穂、とても信じてるんです。はい、高千穂神社です。よいしょ。
ょっと踏まえりしていきまーす。よし、届けー。最後まで楽しい旅ができました。ありがとうございます。寝坊もちょっと嬉しいもん。寝坊も嬉しい、寝坊も楽しい。楽しい。これをキュンやキャンって言ったら、またキャンするの？これキャンして。キャン好きやな。キャン。で、間違えてたどうしよう。何を？時間とか間違ってないやろ。昨日確認してたよ。リカこそ間違ってるかもしれない。およそ200m。 リカはアイちゃんに遅いのは確かに、それは確か知ってるけど、何時か分かってない。まだ分かる。俺は送ってから調べたらいいもんな。うん、時間もあって。アイちゃんと、だからアイちゃんがチケットやってる時に俺は見る、うん、なんかちょっと不安になったけど、間違えてないよ。アイちゃん間違ってない。11時半で昨日言ってたもん。言ってただけで、それが間違えてないかなっていうのは。11時半だってメモもしたね。したやんな。そう、ここ待合所やから待ってるだけってことやんな。多分やね、なんかプレハブみたいになってて、多分あれ違う。そこでやんの？お金の手続きとかも？すげー。これ、こちら、これ、これです。これと、これが待合室。ほら、ほら、ここで、これで手続きすんの。そうや。すっげー。来た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 。これ、これ、これ。これね、フェリーが来ました来ました。来ました。よし、無事チケットも乗船チケットも買って。はい、お前が不安があるから、はい、俺も不安。だって時間のこと考えてなかったよ。これは今は不安です。だけろー。ぐるってほら、こうやって。ほら、こうやって回んねや。ほんまや。なんかこれが落ち着いて、うん、お客さんが下船したら私乗りに行きます。はい、はい、リカちゃんとはお別れで2時間ぐらい早く私は島を出ます。うん、5時間遅く入って2時間早く出ます。そうやな。はい、でも5時間はあれやな、今回たま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 フェリーが遅れて、ほんまは2時間遅れの2時間早い、うん、ぐらいかな。そうそうそう。ということで今回の世論旅、はい、はい、すごく楽しかったです。天気はちょっと微妙な感じもあったけど、うん、でも梅雨入りやったけど、 その割には良かった。良かった、うん、一番昨日がいい日やった。サンセットも見れたし、うん、超いい世論旅でした。またね。